ザグレブ。ザグレブは、クロアチアの首都、同国最大の都市である。クロアチアの北西部サバガーカハ半に位置しの南斜面に、あり海抜は122メートルである。2011年の国勢調査による人口は、ザグレブ市街が68万6568人、ザグレブ市域では79万2875人であった。 ザグレブ市と周辺の行政的に分かれているザグレブ軍の人口31万7642人を合わせたザグレブ都市圏、の人口は111万517人である。ザグレブはクロアチアでは唯一100万人を超える都市圏を形成している。アルプスやディナルアルプス、アドリア海方向へ広がるパンノニア平原南西部の有利な地理的な条件により、 中央ヨーロッパとアドリア海を結ぶよく整備された交通回廊によって周辺地域と結ばている。ザグレブは交通の要衝であるほか産業の集積や科学研究機関、伝統的な産業などでクロアチアで先導する地位にある。また首都としてクロアチアの中央政府や行政機関、省庁のほとんどがザグレブに拠点を置いている。ザグレブ新市街は 南のザグレブ中央駅からバンヨシップイエラチッチ広場、共和国広場まで5番の目上に広がる。創立300年以上の歴史を持つザグレブ大学、主要館長などのネオクラシック調の建物と、ユーゴスラビア時代の建物、新しい構造ビルが混然としている。共和国広場から坂を上がると、世界一短距離のケーブルがあり、ザグレブ大聖堂、ンマルコ教会がある。 そこから北に向かって旧市街が広がる。ここにはゴシック様式とバロック様式の建物が多く、中世の街並みがよく残っている。メドベドニツァ山脈は最高峰スリエメ山をいただき、そこからザグレブ都市圏、サバ川、クーパダに、フルバツコザゴリエ地方を望む素晴らしいパノラマ展望を得られる。天候が良ければ山頂からはベレビト山や、 スロベニア近くにある雪をかぶったジュリアンアルプスまで望むことができる。ハイカーに宿とレストランを提供する山小屋がいくつかある。スキーヤーならば、四本のスキーコースと三つのスキーリフト、一つのチェアリフトを持つスリエメを訪れる。こと、メドベドグラードは十三世紀に建てられた中世の城塞都市で最近修復されたものだが、メドベドニツ農家の,の特別な観光名所である。 そこから市内の西側を見下ろすことができ、また、祖国の殿堂がある。これは絶えず闘病が灯っている記念建造物で、通例は国民の祝日に歴史上祖国のために倒れたすべての英雄にクロアチア数形を払うための場所である。温暖湿潤気候で、欠片の気候区分では、シエフに属し、湿潤大陸性気候との境界近くに位置する。ザグレブは、 四季がはっきりしており、夏は暑く冬は寒くなり寒気はない。平均気温は、冬季で低、摂氏0.5度、夏季は摂氏22.0度で、特に5月以降は、暑さが増し摂氏30度以上の日が毎年夏には、年平均17日程度ある。冬季には、降雪が12月から3月にかけて見られ、同様に降雨もあり10月から12月にかけての、周期には、霧が発生する。 今までの最高気温は1950年7月に摂氏40.4度を記録し、最低気温は低、摂氏27.3度を1956年2月に記録している。ザグレブはクロアチア最大の都市で、そのほとんどが市外に居住している。2001年の国勢調査による公式統計では、 人口は779,145人で、ザグレブ市の推計によれば2006年時点では804,900人に増加している。ザグレブ首都圏の人口は約120万人である。1997年により、ザグレブ市は特別市の地位を得て、ザグレブ軍から分離されたが、商業や歴史的なつながりは続いている。2001年の国勢調査によれば、 人口のほとんどは、クロアチア人が占めその割合は92%であった。6066人はマイノリティが占め、セルビア人が18,811人、ボシュニャク人が6,204人、ムスリム系が8,030人、アルバニア人が6,389人、スロベニア人が3,225人、モンテネグロ人が2,315人、ロマが3,946人、 マケドニア人が2315人等で、他にもドイツ系などの少数のマイノリティのコミュニティができている。アルプス地方、ディナルアルプス地方、アドリア海沿岸地方、パンノニア地方へ伸びるパンノニア平原南西部の地理的に恵まれた場所にあり、中央ヨーロッパとアドリア海をつなぐ、優れた交通要衝となっている。交通の上で立地が恵まれていること、産業が集中していること、 金属加工、電気、織物、化学、製薬、印刷、企画、木材加工、製紙等、科学研究施設、工業の伝統により、ザグレブの経済の主導的な位置を占めている。ザグレブは東ヨーロッパの標準から見れば、比較的裕福だが、それでも、平均収入や物価は、西側よりもなお低い。ザグレブは、クロアチアの都市では最も高い GDP を誇り、 2005年の一人、あたりの GDP は19,132ドルであった。同時期のクロアチア平均は14,31ドルで、ある。2004年の購買力陛下は28,261ドルであった。2008年7月現在の、ザグレブでの平均月収は6,228クーナ、約1,356ドルで、クロアチア平均は5,234クーナ。 約1140ドルである。2006年現在の平均失業率は8.6%であった。クロアチアの34%の企業はザグレブに本社を置いており、クロアチアの労働人口の38.4%は銀行や公共部門、公共交通機関を含めザグレブで勤務をしている。2006年現在、ザグレブの企業は クロアチア全体での52%の取引高と60%の利益を生み出し、クロアチア全体での輸出の35%、輸入の57%を占めている。ザグレブの2010年の観光客数は60万人以上で、2011年には10%増加が見込まれているなど、増加傾向にある。戦手時代以来、ザグレブとその一帯には人間が居住していた。 旧石器時代のベテルニツァ洞窟での発見物や、今のベリカゴリツァのスチタリエ墓地区近くにある、ローマ時代の紀元前一世紀に遡る、アンダウトニアの街の遺構がその証拠である。メドベドニツァ山脈の斜面には、絵のように美しいかつての村、セスティン、グラコニー、及びレメテが、ネックレスの玉のように死を囲んでいて、今日でも豊かな伝統を守っている、民族衣装。 セスティンの傘、ジンジャーブレッドなど。ザグレブの名が現れたのは1九9 4年頃であるが、その起源についてはあまりはっきりとしていない。クロアチア語で、ザグラビティザグリビティは秘釈を意味し、それをもとに、いくつかの伝説もある。あるクロアチア人が答えたものには、クロアチアの番、総クが喉が渇いた兵士たちを連れて、荒れ地を横切った際、バンは、失望から、 自分のサーベルを地面についところ、水が流れ出したため兵士に命じて、水を掘らせたとされる。この水を掘り出したとされる伝説は科学者により、居住地が設立され、水で満たされた穴やシデグラバなどから来る名称と、する提唱にって支えられている。いくつか提唱されている説には丘を意味する、ザ・ブレックや丘の向こう側を意味するものである。現在、 中心部の近くにある丘も以前はより近くを流れていたサバ川の歌詞だったという可能性もある。これらの単語から一つの単語が形成され現在の地名であるザグレブが生まれたとされる。他の伝説ではある支配者がマンダという少女に喉が渇いたので現在は泉であるマドセバツの湖に水を汲みに行かせたとされるものでザグロビー、マンド、マンダそれを救って このセンテンスから来ているともされるものや、クロアチアのイラン期言説と関連して、ザグロス山脈と関連づけるものもある。現代のクロアチア語以外での呼称はハンガリー語で、ザグラーブ、ドイツ語で、アグラム、イタリア語でザガブリアである。ザグレブの名が初めて現れた年、ハンガリー王、ラースロー一世は丘の上に、四教区を設けた。それとは別の独立した集落が、 近隣のの丘にできた。これらの居住地は1242年のタタール信仰に苦しめられるが、彼らが去った後、ベーラ4世はグラデッツを王の自治主と宣言し大砲を寄贈し、外国の職行を集めた。14世紀から15世紀にかけて、二つの集落は経済的及び政治的に競い合った。四教区はグラデッツを破門し、その報復にグラデッツは カプトルに火を放ったりしたものだった。彼らが共に手を取り合ったのは、臨時の大規模経済統機だけだった。例えば3年に一度のそれぞれ2週間続く祭りなど、これら2つの中世のオカグラデッツとカプトルは、1850年、最終的に合併して一つのザグレブとなり、クロアチアそしてスラボニアの政治的中心地となった。2つの地区は、 今やこの近代都市の文化的中心を形成している、経済的中心と交通の心は、それから南に移動したが、カプトルの司教区は、それからザグレブ大司教区になった。1669年には、大学も設立され、1776年、王国の議会もバラジュディンから移された。またグラマースクールの設立や、聖カタリナ教会や修道院なども建てられている。 17世紀から18世紀にかけ、ザグレブでは、退化や、薬病などの悪い状況も経験した。19世紀のザグレブは、クロアチア再生運動、イルリア運動の中心地となり重要な文化的、歴史的な団体の創設が見られた。最初の鉄道がザグレブと随田に持つと、試作間2 8 6 2年に開業し、1863年に、ザグレブでは、 ガスも導入されている。ザグレブでの水道の導入は1878年で、馬車軌道によるトラムの導入は1891年からである。鉄道の建設によって、古くからの郊外部分は徐々にドニグラードを特徴付ける中央ヨーロッパの都市では広く、一般的な規則的なブロックパターンに吸収されていった。賑やかな中心部では多くを印象付けるモニュメントや、 公園、多くの博物館、劇場、映画館などが多くあった。発電所が1907年に作られ、1880年から1914年には大いに繁栄した。地震の後、ザグレブの街は今日も続く特徴的な街路となっている。第一次世界大戦後、労働者階級地区が鉄道線路とサバ川の間の地域に現れたが、 丘の南斜面のメドベディツァの住宅地区の建設は、戦艦期に終えている。1920年代、人口は70%も増加し、ザグレブ史上最高の伸びとなっている。1926年、最初のラジオ局が開業し、放送を開始した。20世紀の最初の50年間でザグレブは大きく、拡大した。第一次世界大戦前、都市や外区は、 東は、スタラペシチェニツァ、西は、チェルノメレツまで作られている。オーストリア・ハンガリー帝国時代には、ザグレブは、ドイツ式にアグラムと呼ばれていた。第二次世界大戦中の1941年から1945年までは、ナチスの傀儡国家である、クロアチア独国の首都が置かれていたが、同国は、ドイツの敗戦と共に崩壊した。戦時中、 アメリカ軍より爆撃を受けている。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国となった戦後、1947年にザグレブ見本市が開かれている。その後、1950年代の中頃から沢川の南に、いわゆる伸びザグレブ、新ザグレブと呼ばれる新興住宅地ができた。市街は東西方向にも拡大し、かつてはただの村に過ぎなかったブラバ、ポドシセド、 ヤルン、ブラトなどを飲み込んでいった。貨物鉄道のハブとザグレブ国際空港がサバ川の南に作られた。南東にある最大の工業地帯は、サバ川とプリゴリエ地方の間にある市の東側郊外での工業地帯の拡大を代表する。1987年、ザグレブはユニバーシアードの開催都市となった。1991年から1995年に、 かけて起こったクロアチア紛争時には散発的な戦闘がのバラック周辺で発生しているが大規模な戦災から逃れている。しかし、1995年5月にセルビア側の攻撃目標とされ2発のロケット砲の攻撃であるにい7人の市民が死亡している。ザグレブ発の高層ビルはバンイエラチッチ広場に面して建てられたで、 1957年から1958年にかけて建設され1959年8月22日にオフィスビルとして開業している。当時のユーゴスラビアでは一番高いビルであった。その後、1970年代から1980年代にかけてザグレブでは高層ビルが次々と建てられていった。サバスカ通りの1987年スリエメにある 1973年などがある。2000年代、市議会は新たに計画された多くの高層建築物に対して認可を出しており世紀に入ってからのザグレブには、ユーロタワーやザグレブタワーなど多くの高層ビルが増えている。長年、ザグレブでは10階建て以上の高層建築物の建設は禁止されており、現在見られる。 高層建築物のほとんどは1970年代から1980年代に遡り新たな郊外部の住宅は通常4階から8階建てである。制限の緩和により高層建築物は増える傾向にある。クロアチアの憲法によりザグレブは首都として特別市としての地位を得ている。ザグレブでは軍と同等の権利を有し、 市の自治とザグレブ軍両方の業務を行っており、ザグレブ軍の軍とはザグレブに置かれている。市の行政機関は市議会と代表としての市長、実行機関としての市役所である。市議会の議員は直接選挙により選出され、前回の2009年に市長は市議会で選出された。2009年から直接選挙に変えられており、市長と市政の構成員は、 多数票によって選ばれる。市当局の11人の市長候補者の中から議会の多数票によって市長は選ばれる。市長は市政の長で他に2人の代理者がつく。市の管理機構は12の市所、3つの都市局、行政サービスを担う3つの部署がある。それらは市長と市当局に対し責任を負っている。ザクレブでは17の行政区に組織されており、 行政区委員会によってて表されている2009年の選挙の結果、現在のザグレブ市長は、ミラン・バンディッチ・ミラン・バンディック、無所属である。市議会は51議席からなっている。勢力は以下の通り。ザグレブの都市区域は以下の通りである。スラボニアを通って、ベオグラードへ流れるサバ川に沿う鉄道と高速道路は、 国内で最も早い交通手段である。この都市は最大4車線の幹線道路と市のほとんどの部分を囲むザグレブバイパスなどやフル規格、高速道路を含むよく発達した道路網を持っている。市内中央部では幾分渋滞があり、また駐車が問題になっている。歩道に駐車した自動車が歩行者の通行を妨げることがしばしばである。ザグレブは クロアチアの5つの主要高速道路の要所で、ここ数年来すべてのクロアチアの高速道路は、ザグレブを奇襲点としている。A6 号線は2008年10月に改良工事が完了し、リエカと結ばれて、この 146.5km の区間は、半ヨーロッパ回廊5ウィット号線を構成している。改良と同時に A4 号線の村橋や、 A4 号線に続くハンガリーの M7 号線が開業し、ブダペストとも結ばれる家か、ブダペスト間での最初の高速道路による交通回廊として開業した。A1 号線は、ノビザグレブのルチェコを起点に、ボシリエボニン,ンターチェンジで始まる A6 号線と分かれ、ザグレブとスプリトを結んでいる。A1 号線はさらに、ドゥブロブニク方面に向けて、延伸工事が進められている。 クロアチアの高速道路当局は、両高速道路を、アウトゼスタリエカ、ザングレブ、フルバツケアウトゼステの2つの政府出資の特殊会社に、料金徴収や、維持管理を行わせている。A3 号線は、ユーゴスラビア時代を表すものとして、クロアチアでは一番古くから、ある高速道路で以前は、兄弟愛と統一道路と名付けられていた。また、A3 号線は、を構成している。 A3 号線は、スロベニアとの国境の街を起点としているが、その先さらにスロベニアの高速道路、A2 号線やオーストリアのアウトバーン A11 号線や、A2 号線、A10 号線などへ続いており、リブリアナやウィーン、ザルツブルク等に達することもできる。A3 号線は、ザグレブバイパスの南側を構成しており、終点は、近くのセルビアとの国境であるバヤコボだが、その先は、 セルビアの高速道路 A1 号線として、ベオグラードへ続いている。A2 号線はの一部分となっており、ザグレブとよく混雑するスロベニアとの国境である祭りを結び、連続的にザグレブと西ヨーロッパの間を高速道路クラスの道路網で結んでいる。ザグレブでの公共交通機関は2層からなっている。市内はむね路面電車がカバーしており、郊外へは 路面電車終点でバスが接続していることが多い。公共交通会社 Z ザグレバッキーエレクトリクニートランバッチザグレブ電気路面鉄道は市議会から委託を受けているので料金は比較的廉価であるがピーク時には非常に混雑する。同じく Z が運営する市の中央近くにある1890年開業のケーブルカーは 市内最古の公共交通機関であるとともに全長66メートルで世界最短のケーブルカーと言われ一種の観光スポットとなっている。タクシーは数は多く容易に利用できるがクロアチアの他の都市より高額なためあまり一般的ではない。そのため市内と空港を結ぶ手段として使われることが多い。近年では国営の鉄道会社クロアチア鉄道が ザグレブ都市圏郊外の鉄道網を組織化しようとしているが2004年の時点では東西方向の一部が組織化されている。ザグレブの路面電車の系統は昼間の15系統と夜間帯の4系統が設定されており市中心部と市中心部に近い郊外部をカバーしている。ザグレブにトラムが最初に開業し運行を開始したのは1891年9月5日からで それ以来ザグレブでの大量輸送機関として機能している。トラムは通常最高速度30時速 70km で運行されるがラッシュ時間帯などではゆっくりと走っている。路線網は独特でその多くは曲線区間である。現在、旧式の車両をザグレブに本拠地を置く企業、コンソシーアームが製造する新たなモダンな車両であるクロトラムと TV グレイデル。 の車両に置き換えるる計画が進んでい TMK2200 と呼ばれる70編成の車両が2005年から2007年かけ導入され、さらに70編成の車両を導入する契約がすでに始まっている。s 版のような都市県鉄道の路線もは、ザグレブにおいては1992年以来広がっている。2005年にザグレブ中央駅を中心に郊外と結ばれる。 鉄道では15分間隔での運行が開始された。ザグレーブ中心部と東西方向に広がる郊外は都市圏鉄道によって結ばれ、運行回数の増加により通勤者の利便性が向上している。新たな路線として2009年にサモボルトを結ぶ路線の建設も発表された。この鉄道はクロアチア鉄道によって運行される計画がある。 1970年代までザグレブとサモボルを結ぶ狂気鉄道サマバーセックが存在した。ザグレブはクロアチア鉄道にとって重要な結節点である。メインとなるザグレブ中央駅は市中心部の南側のトミスラブ広場に面した場所にあり、この駅からは国際列車が運行され、リブリナ2県30分、ブタペスト6時間、ベオグラード6時間、ウィーン、 6時間と結ばれている。夜行列車も運行され、ミュンヘンまでは9時間、チューリッヒまでは約14時間かかる。2004年には、スプリトとの間に、振り子式のディーゼル列車が導入され、所要時間が大幅に短縮された。サバ川の南側には大規模な貨物操車場が整備されている。ザグレブ中心部の南東側にある、 バスステーションオートビスニーコリデバーザグレブからは、クロアチア国内をはじめ、欧州の主要都市に向けて、長距離バスが運行されている。ザグレブ国際空港へ向かう、空港連絡バスもこのバスステーションから運行されている。ザグレブ国際空港は、ザグレブから 17km 離れた南東部のプレソに位置し、クロアチア航空のハブ空港である。プレソ空港とも呼ばれ、 2013年現在、欧州やカタール航空など一部中東の単、中距離便が乗り入れている。クロアチア航空は大型機を保有しておらず、長距離便はチャーター便に限られる。ザグレブ国際空港には、クロアチア軍の主要空軍基地でもあり、戦闘機や軍用ヘリコプターなども常駐する。新しい旅客ターミナルが計画中で、2011年以降、 現在の機能不足の旅客ターミナルビルを機換える。2008年より事業が開始された。ザグレブには国際空港の他にルチェコ空港があり、スポーツ用の飛行機やクロアチア警察の特殊部隊、陸軍のヘリコプターが常駐する。この空港はザグレブの主要空港として1947年から1959年まで使われていた。ザグレブの 数多くの博物館は、ザグレブとクロアチアの歴史、美術及び文化を反映しているばかりでなく、ヨーロッパや世界のものも収めている。教会と個人所有のものを除き、およそ30件ある博物館、美術館に360万点を超える様々な展示品が収められている。ザグレブには、約20の常設や季節的な劇場やステージがある。 は1895年に建てられ、フランツ・ヨーゼフ一世によって開かれた。ザグレブで最も知られたコンサートホールはで、初のクロアチアオペラ作曲家である1819から1854にちなんで1973年に建てられた。アニマフェストアナメイフィストは、国際的なアニメ映画の祭典で多摩数年に開催され、ミュージックビエンナーレミュージックバイニールは、 国際的な前衛的な音楽の祭典で毎回、奇数年に開催されている。毎年開催される、ザグレブトックスはドキュメンタリー映画の祭典である。ザグレブオーケストラ祭や花の展示会である、フローレアート、オールド、タイマーラリーも、毎年行われている。夏には、神町のコルニーグラードで、演劇やコンサートが屋内外で開催されている。オパトビナオパトービナでは、 シアターイベントであるザグレブヒストリアニックサマーが開催される。ザグレブではまたザグレブフェストザグレブフィストと呼ばれる。クロアチアでは最古のポップミュージックの音楽祭が開催されるほか、国際的な伝統あるスポーツイベントやトーナメントも開催される。デイオブザシティオブザグレブは11月16日に毎年開催される特別な祭典で、特にヤルンコ周辺で催されている。 ザグレブには136校の小学校と30のギムナジウムを含む100校の中等教育学校がある。また市内には5つの公立の高等教育機関と9つの私立のプロの高等教育の学校がある。ザグレブ大学は1669年に設立された現存するクロアチアの大学の中では最古の大学で南東ヨーロッパでも古い大学の一つである。 大学は成長を続け、21世紀初頭には28の学部と3つの芸術学院、教員学院、クロアチア研究センターを要する総合大学となっており、それまでに20万人を超える学生がこの大学で学位を取得し、1万8千人が修士を取得し、8千人が博士号を取得している。2011年、ザグレブ大学は、 世界のベスト500の大学の中に含まれている。ザグレブには多くのスポーツやレクレーション施設があり、ヤルンスポーツセンターは市の南西にあるに位置し、砂浜と世界クラスのレガッタコースや湖周囲のジョギングレーンがある。は、北部のにあるスポーツの中心で6つのホールを特徴としている。2つの最大の施設は、それぞれ7358人と3900人を、 収容することができる。主にバスケットボールやハンドボール、バレーボール、ホッケー、体操、テニスなど様々な屋内競技に使われているほか、コンサートにも使われる。アリーナザグレブは2008年に完成し、アイスホッケーやバレーボールでは16,200人の収容が可能で、2009年には2009年世界、男子ハンドボール選手権が開催された。 は五千四百人が収容可能で高さ九十四メートルの高層ビルの並びにある。は、沢川沿いにあり、オリンピックサイズプールと小さな屋内外のプール、日光浴用のテラス、十六のテニスコートやバスケットボール、バレーボール、ハンドボール、サッカー、フィールドホッケーのコートがある。シャラタスポーツレクレーションセンターはにあり、イエラチッチ広場、 TRG バナジョシパジェリセカからはわずか数百メートルの場所にあり、テニスプレイヤーには最も魅力的である。センターには大きなテニスコートと8つの小さなコートがあり、そのうち2つはバルーンで覆われ他の2つは照明が備えられている。その他にもスイミングプールやバスケットボールコート、サッカー場、ジム、フィットネスセンター、4つのボーリングレインが備えられている。 マックスミルテニスセンターはの東側のラベノースにあり2つのスポーツ施設の区画で構成されている。一つは4つのコートを備えるテニスホールからなるテニスセンターで22の照明施設を備えた屋外テニスコートもある。他の区画は多目的のスポーツ施設でテニスコートとは別にハンドボールやバスケットボールのグラウンドや陸上競技施設、場、卓球などがある。 38,079人を収容可能なスタディオンマクシミールは改修が行われている。スタジアムは市の北東部のに位置する。スタジアムは巨大なスベティゼ・レクレーショナルスポーツコンプレックスの一部でマクスミール公園の南側にある。コンプレックスはあり、メドベドニツァ山から北から南へ向かってくる緑地の重要な一部である。2000年代に入ってから完成した。 レクレーション施設にはがあり、の沢川近くの小さな湖の一群で、部分的に森林公園囲まれている。この場所は1970年代以前まで使われていたが、その後打ち捨てられていた。2006年に再改修されている。ザグレブの著名なスポーツクラブには、サッカーの NK ディナモザグレブ、アイスホッケーの、ハンドボールの、バスケットボールの KK チボナなどがある。 ザグレブは以下の都市と姉妹都市の関係にある。以下の都市と提携関係を結んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。